開催3日目の多摩川、続いて水面には女子のオープニングカード、対戦の6選手がピットアウトしています。1号艇が田村美和、2号艇鈴木成美、3号艇山本里奈、4号艇池田博美、5号艇足立美穂、6号艇弘中千佐、以上6名による競争です。1、2、3、4、5、6と待機行動バック枠なりで進んでいます。最内には絶好枠手に1号艇田村美和です。そしてすぐ外には2号艇、ここまでトップスタート続いています鈴木成美です。さらに後方には3号艇展開捉えるかという山本里奈です。残りの3選手はこれからホーム側へと移ってくるところです。4号艇の池田博美がダッシュをつけていきました。昨日はまくって一つ白星が上がっておりました。この池田です。隣に入っていったのは3日目大きく整備しての競争、5号艇の足立美穂です。一番外におりますのが6号艇、昨日は差し切って白星上がっておりました弘中千佐です。さあ以上6名による2レースの予選競争、まもなくスタート10秒前です。進入コースは内側から1、2、3、ダッシュが4、5、6です。2レースのスタート、2号艇の鈴木はインより除いて外では5番の足立も好発進です。2号艇の鈴木は待って差して3番山本、4番池田も差しハンドル、6番の弘中、前が詰まってもたついている。スタートは前提正常でした。1号艇田村か、あるいは2号艇の鈴木の差しか、この2人のトップ争いです。そして3番タラソイが注目どころ集まっておりますが、4番池田か3番の山本か。まずはトップ争い2番の鈴木から旋回し、おっと1番の田村と4番の池田が絡み合って池田にアクシデントが発生しています。上位の体勢は2番1番3番となっておりまして、4番の池田が転覆のため失格、5番の足立が現在立ち往生となっています。第一タンマークを先頭から2番の鈴木、1番田村、3番山本と回っています。あとは6番の弘中で、5番の足立が今から2周目に入っていきました。さあ先頭は2号艇の鈴木成美でして、ここから差がついて1番の田村美和、あとは3番の山本里奈の体制となっております。自己艇レスキュー艇を避けてホームストレッチ側へと各選手が折り返してきております。5番の足立は今2周バック中間地点を通過しています。最終周回に入っているのは2番の鈴木、1番田村、そして3番の山本です。あと後方は6番5番と追走しています。3周1マーク上位3艇、このレースはアクシデントレースということでばらけておりまして、縦長鈴木成美が先頭、追って田村、あとは山本の体制となっております。ここは2号艇の鈴木がインより除いて、さらには5号艇の足立も外で好発進見せて攻め込んできてはおりましたが、逃げ差し争いのトップ争いは2号艇鈴木、1周2マーク先に回って田村池田が絡み合う中、ここは差しきっかけにトップに立っています。その2番鈴木からゴーリン、1番田村ゴーリン、3番の山本もゴーリン、あと2人です。6番がゴーリン、今最後方最後の第2ターンマークを旋回してまいりました。5号艇の足立美穂です。ゴールまで今100メートルを切っています。最後にその5番の足立がゴールインです。以上第2レース予選競争、このレースは4番の池田が転覆のため失格です。